私の番ですね。行くぞ。行くわよ。よし。霊的なトラップか。ユーラ、ミューゼ、クロー、フィー、ラウラ、セリーヌも聞こえないのか。なんだこの痛みは。まるであの時と同じ。僕たちはここまでかな。悪いな、リン。最後まで付き合えなくて。クロー、ミリアム。これが貴様のあるべき結末だ、リーン・シュバルツァー。受け入れるがいい。そうだな。一つ間違えばこんな結末もあり得たかもしれない。だが俺は。剣は形あるものにあらず、自らの内側に宿るもの。物が形をつかめば、それすなわち剣の形なり。リーン・シュバルツァーはこんな結末を認めはしない。リン、
驚かせやがって。みんなすまないな。だが俺なら大丈夫だ。そんなこと言ったって、その姿は。言いたいことはわかる。だが今は彼の相手をする必要がありそうだ。おそらくここの主にして真なる世界の王とやらの。まさかまた偽物。しかしあれは、おいおい嘘だろ。ゾアバロールまで。あの時アリサさんのお父さんと一緒に消滅したはずじゃ。ああ、どう考えてもただものじゃない。総員、戦闘準備。あれは確実に一連の事件に深く関わる手がかりだ。俺たちの総力を持って拘束する。よう、必ず捕らえてみせます。許さぬ。よし、全力全開バリアントレイジ。俺たちの力を見せてやれ。やっ、私の番だな。高ぶれバリアントレイジ。このまま押し切ろう。強いな、とてつもなく。でもこれで、なんて強さ。これはやはり逃げとしての力を限界まで引き出してやがる。クソ、こんな時に
あいつらがいりゃ。それだけじゃないわ。打ち合うたびにあんた、まさかロセさんが言ってた共鳴現象。いえ、共鳴というよりこれはまるで、どうかリン下がって、ここは私たちが。いや、みんな、ここは俺にやらせてくれないか。気づいていると思うが、俺の中にはまだ越えるべき壁がある。だからこそこの手で決着をつけるべきだろう。何よりも俺自身のために。リン、そなた教官の中に残っている。あちらの牽制は頼めるか。自分の相手は自分でするってか。いいぜ、存分にやり合いな。ああもう、その代わり絶対に勝ってくださいよ。ニエとしての俺自身。